BTCC に出場したプリメーラ。ドライバーはアンソニー・レード。日産モータースポーツヨーロッパ株式会社は、日産モータースポーツインターナショナルの連結主会社で、英国、ミルトン・キーンズに1988年に設立。日産自動車のヨーロッパでのモータースポーツ活動の拠点となる会社。通称は NME、もしくはニスモヨーロッパ。 日産のモータースポーツ活動の欧州における活動拠点として1988年1月、ニスモの子会社として設立。同年ヨーロッパツーリングカー選手権に R31 型スカイライン GTS-R で参戦。スパフランコルシャン24時間では6位で完走している。この年は、ルマン24時間に参戦するニスモの広報支援も行う。 翌1989年は w s p c にフル参戦。最高位は3位。ドイツの国内選手権、アダックスーパーカップでは優勝を飾っている。翌1990年にも w s p c フル参戦。最高位2位、シリーズ3位。ルマンではポールポジションを獲得している。初半の事情により、翌1991年は、 スポーツカー活動を停止したが、パルサーで WRC に参戦。しかし1992年いっぱいで、ラリー活動を停止する。1993年4月、欧州日産に運営移管。BTCC 参戦やイギリス国内ラリーへのサポート、等の活動を行う。BTCC では1998年、1999年にチャンピオンを獲得している。 現在は解散している。1988年からグループ A、ツリングカー、グループ C スポーツカー耐久レース、ラリー等で日産のワークス活動を担う。1990年ルマンでポールポジション獲得。1998年 BTCC でチャンピオン獲得。その他日産車ユーザーへのサポートも積極的に行ってきた。ありがとうございます。